じゃあ今日カツね。カツ初めて？カツは初めてかな。はい、いただきます。またこれ味噌汁。はい、味噌汁気になりはするんだよね。アンパンマン、アンパンマン、アンパンマンで。あ、お水溶けるかな。わかんない。この辺置けた。赤い。じゃあ、ふみちゃん、アンパンマンはいいから。アンパンマン。飲むか、食べるかして。でも、アンパンマンは分かったよ。ねえ、ふみちゃん。明日、ふなちゃん、ふなちゃん、それで食べるんじゃないよ。こっちだよ、こっち。やっぱ半分にする？それサラダ多いでしょ。うん、なんか見たら多いなと思って。じゃあ味噌汁飲みな。こうやってすくって。飲まないよ、そこまでやって。ペイとして遊んでる。なんか口元まで持ってったと思ったら。これで。なんか飲まない。くるくるしながら好きなの？これを入れた。ふなちゃん。貸して。ほら。飲むのは飲む？ほら、持って持って。え？いらない？ない。なんだろうね、やっぱ味噌汁はあれなのかな。オニオンスープはなぜか飲んだけどってあれなのかな。なんか具が好きなのかな。よくわかんないけど。もういいかな、味噌汁。まあ、後で、ね。うん、欲しいの？マスクだけだと思うけどな。あ、こんな感じで。うん、じゃあやって乗せましょうか。別にいいですか。うん、大丈夫。ほのちゃん。ほのちゃん、くるくるはもういいよ。カツ来た。カツ落としたね。ほのちゃん。カツ。くるくる。ああ。みんな刺してくるくる遊んでるからだよ。ああ。嬉しそうにああって言ってるよ、ほのちゃん。じゃあもういいか、それ。ちょっと一回下げよう。ほんじゃ、ずっとそれやってるならダメだよ。たぶん隠さないと、くれって音する。食べそうで食べないの。うん、貸して。待って。もういいや。いつまでも遊んでるから。うん、他のもの食べない。スープはほのちゃんまだ難しいかな、スープ系ね。やっぱオニオンスープはどっちの方がいい。じゃあまたオニオンスープ近々。ああ。それから食べるかどうか話してからできる。いや、もうちょっとね。おいしい？
結構ご飯映ってないこんなもんだけじゃん。うん。大丈夫？うん、起きたね。取ればいいじゃん。食べないかな。どうだ。ふなちゃん、めっちゃ米ついてるよ。本当だ。ふなちゃん、ほらここ。わわわわ。あるよ。めっちゃあるじゃん。薄いしそんな硬くないから噛めるよね、多分。うん。なんか一応切ってあげた方がいいのかな。ああ、切る？うん。切ったら意外とそのまま興味持たなかったですね。うん。ほら食べな、切ったよ。食べるの？ん？いないの？食べてよかった。おいしい？うん。気に入りました？ん？うん、でも全部で 300g ぐらいだよ。うん。多いよね。うん。おいしい？枝豆刺さなくていいんだよ、そんな。すくった方がいいよ、ほのちゃん。すくって、すくって。じゃあ刺すんじゃなくて、すくって。うん、こうやって、ほら、こうやってすくえばいい。
うん。うん。昨日お豆さんがセットでも。割とタレ美味しくない？うん、ね、うん、じゃあパクってダメなコーン。コーンそんなちまちまかしてたら全然食べ終わんないよ。うん。手拭くの？ちょっと待ってね。あんま手ってちょっとねあれだから。調子乗って寄せてきたけどさ、まあまあお腹いっぱいきる。ああ。むちゃん。ちゃん。ん？なんかして。すぐ汚すんじゃん。ほのちゃん、やめてそれ。すぐ使わないでよ、じゃあ。すぐ使う。フォークで食べな。
ふーちゃん、お肉は食べないの？ふーちゃん、ほら、お肉。ふーちゃん、ほら、これは？食べな、さっき。あった、うん、あったね。え、最近そこまで取れてるんだろうな。すごい綺麗好き。いや、それ後でいいよ。あるよ、あるよ、ほら、みーちゃんのあるよ、ほら、みーちゃん、ほら、ほら、あるよ。探して、ほら、どうしたの、君。これが欲しいの？そうかな、新しいの欲しいんかな。これ欲しいの？本当に欲しかったの？分かんない。味？うん、全然つけてないけど食べるの。うん、キム食べたかったの？なんだ。じゃあ味付けよっか、ちょっとだけ。いいの、味いらないの？いらないのかな。美味しいの。でも落ちた。わからんね、ふみちゃん。不思議。これどうする、どんぐらい食える？全部は食べれないでしょ。でもいらないかな。本当？どうしよう、食べた方がいいかな。いや、もう明日でいいんじゃない。明日作り直せばいいかな。あ、取るじゃん。自分でできるんじゃん。拭いて。何なんだろうね、これ。もう見た、もうなんか食べてる時からこっち見てニヤニヤしてたもん。もうないよ。あ、これ下げた方がいいんじゃない？下げちゃおう。みよちゃんのそこあるよ。あったあった。うん、ここあった。
げたらいい。はい。はい。違う違う。はい。寝ない。ね、違う、これ、ポノちゃん使わなくていいよ。ね、いらない、いらない。それ使いな、それ。ほら。なんか、ほのに、これ使わせろってうるさい。ん？うん。いや、いらない。パパ、いらないよ。パパ、いらない、これ。ほのに、それで、こっちから食べさせようと思ったら、使うんだって。なんでそれ使いたがるの？お肉も食べた。ふみちゃん、右手使わないの？右手。そっちの手。違う。こっちの手、ほら。スプーンの方持ってかなきゃ顔に。ん？顔じゃなくてスプーン動かして。そう。そう。こっちで食べればやっぱ、ほら、ほら。食べるのか食べないのかよくわからん。じゃあスプーン動かすんだよ、ね、でかいから動かしづらいんでしょ。ん？こっちの方が使いやすいでしょ。ね、はい、そっちちょうだい。フォークいらないって言ってくる。ちょっと切らないと無理だね。肘が完全に入ってる。ふみちゃん、肘入ってるってよ。
いらないもごちそうさま。むちゃん、ごちそうさまならごちそうさましていいよ。かわいい。かわいい。何かわいいの？あのスプーンのシナモン見て。むちゃん、いらないならこっち置いて。むちゃん、いらないならもうごちそうさまでいいよ。ごちそうさま。じゃあ、はい。食べるのも。いらない？いらないね。ごちそうさまだ、ほの。ごちそうさましよう。ごちそうさま。いらなそうだ、なんかずっともう食べずになんかいろいろやってるね。じゃあごちそうさまだけしようじゃん、はい。ごちそうさま。終わりだね。